ダイタのギタープレイとおすすめ曲とあと使用機材をですね簡単に紹介していきたいと思います。 今回紹介するギタリストはですね、まあ、日本のロックバンドので元 s、ねまあ、元シャムシェードのまあギタリストでありましてでまあシャムシェード自体は2002年にですね、まあ、バンド自体は解散してしまいましてその後にです、ね、あとにソロで活動したりですね、あとあのボーイのまあボーカリストだった氷室京介さんのサポートメンバーとしてもですね、氷、まあ、室さんの本人からは絶大なる信頼を受けているダイターをです、ね、簡単に紹介していきたいと思います。 とまあですねえとシャムシェード自体は2002年に一度解散してしまってですねその後にあのまあダイタ自身はギターインストゥルメントっていうですねまあ歌なしのジャンルでまああの独特の表現法に特化したまあ作品とかですねあとライブ活動っていうのが多くてですねまああのあまりそのまあ特に日本人ですねのミュージシャンはなかなか通らない新境地っていうところで音楽活動に従事していた人ですねでまあ今回はですねまあメジャーデビューまあシャムシェードとしてメジャーデビューしていた当 当時からです、ねまあ、若手ナンバーワンギター人と言われていただいたのです、ねまあ、ギタープレイとあとおすすめ曲と使用機材をですね紹介していきたいと思います。まずギタープレイですね。えっと、まあ、日本のロック界の中ではですね、まあ、特,特にテクニックに関しましては、まあ、トップ3に入るほどのですね、まあ、安定した技術とですね演奏力がある人ですね。でまあ、特筆する、まあ、あの特 正確なリズム感での早弾きプレート、ですねあとタッピングなどを得意としていまして、あとあ、辺拍子を使ったです、ね、複雑な曲を作ることが大好きでありまして、かつそのアレンジがめちゃくちゃその凝っていて緻密な楽曲を作ることがその得意な人ですね。 でまあ、演奏的にはですねすごい難しいことをやっているんですけれどもその、まあ、実際に音楽を聴いた感覚としてはですねすごいメロ,ディ、まあ、メロディアスでありまして、まあ独,特のまあ、独特というか抜群のコード感とですねあと音楽センスを持ち合わせている人ですねで特にですね歌メロの中の、まあ、バッキングですね、まあ、伴奏のセンスが抜群にありまして、まあ、このあたりのギタリストとしてのセンスっていうのはあの、まあ アメリカでのバンヘイレンとかですねあとエクストリームのヌーノ・ベッティンコートネカと似通ったものがあるかなと思いますである種、ですね、まあ、見た目ももちろんあの元10代の頃モデルや確か10代の頃モデルやっていた,いたので、まあ、もうあの見た目のルックスのまあ良さもありますし花もありますしで分かりやすいギターヒーロー像としてもすごいですねバランスのいいギタリストですね。 で以前にですね、まあ、1分で分かるロックギタリスト特集ということで彼を紹介してるんですけども、まあ、もう若干2分近いところまで話してますがこちらもまあ以前動画を添付していましたので参照していただければと思います。で大体のですねおすすめの曲トップ3、まあ、完全に僕の主観ですけどもおまあ、彼を知る上ではまあ分かりやすい曲をですね紹介したいと思いますまずはですねシャムシェード時代のまあ、あの有名な曲「ですね、まあ、3分の1の純情な感情」ですね。まあ、この 曲をおまっ 出してからですね一気にシャムシェイドっていうバンドはあの日本国内ですごいメジャーになってしまったのでただですね、まあ、本当のシャムシェイド好きからするとですね、まあ、この曲は結構邪道なんですよね、まあ、ただそのまあ、なんだかんだ言ってもですね、まあ、彼らが大ヒットしたもう代表曲なので、まあ、とりあえず上げておきます、まあ、あの曲はまあすごいできた曲でして、まあ、アルペジオから始まって、まあ、ギターリフでギターソロとキャッチーな表現が多くてです,、ね、すごいまあバランスのいい楽曲ですね で次に紹介する曲は、エンファティック・ラインですね。あとまあ、これはあのーまあ、ソロに,になってからの曲なんですけども、まあ、すごい大々らしいです、ね、インストの曲ですね。 あのサビのようなテーマフレーズを主体に曲が展開していく感じっていうのは、まあ、結構あの、上唄取リアーニ風ですねあのインスト業界ではあのすごいトップをし下走っているアメリカのミュージシャンの上唄取り屋ニやはりどうしても影響は受けているかなと思いますねでワウペダルを活用したり、まあ、ラストにかけての怒涛のタッピングフレーズとかですねテクニックの応酬っていうのは大多、まあのプレーの真骨頂の1つですね。 で最後に紹介する曲は No Control という曲でして、まあ、これはのシャムシェイド時代、まあ、インディーズ時代からのです、ねまあ、名曲なんですけども、まあ、この曲はです,、ねまあ、すごい展開がです、ねまあ、入れ替わるのが早くてですね まあ、アグレッシブなギタープレイが満載なので、まあ、個人的には大好きな曲ですね。でこの曲はその、まあ、バンドとしてのですね、まあ、のバンド密度というか、ですねそれぞれのパートの密度が濃い曲でして、まあ、ギターも難しいし、ベースも難しいし、ドラムも難しいっていう、ですね見事に全員の演奏能力の高さがです、ね、見事にマッチしていて、すごいテンションが上がる楽曲ですね。 すごい最も強く影響を受けた一人でして10代の頃から大好きなギタリストだったのでそのシャムシェードもそうなんですけれどもソロになってからも一番ライブを見に行ったことがあるアーティストですねであの、まあ、僕一時期一時期というかですね、まあ、高校卒業してから、まあ、東京に行っていた時に世田谷区に住んでいたんですけれども、まあ、学校の都合でですね一番近いところにでその時にあまりに好きすぎて、まあ、彼らの地元でありますののですねあの、まあ、す山 中学校っていうのは、ですね彼らのシャムシェードのメンバーの地元なんですけれども、唐津山中学校とかですね、その辺の周,周辺とか散策もしていましたからね。 今はですね正直なところ、音楽の趣向がハードロックとかですねよりかは、ですねファンクとか R&B とかっていうのが好きになったので、聴く機会っていうのはですねすごい減ったんですけれども、ただ、たまに聴くとですねやっぱりかっこいいなというふうに改めて思いますし、ある種の青春ソングっていうところなので、青春バンドですね、なので、そういったところではたまに聴くとすごい懐かしいなというふうに思って、聴き込んでしまいますね。 で次にです、ね、使用機材をです、ね、ざっくりと紹介していきたいと思います。でギターに関してはです、ねまあ、あのリリースしている時期によっていろいろと変更はしているんですけれども基本的に彼の,、まあ、あのサウンドの,との肝としてはです、ね、トム・アンダーソンをです、ね、長く使用しています、ねまああの。彼のインスタグラの写真を ちょっとこちちら添付させていただきますトムアンンダーソンですねちなみに僕もギターを使っているメインギターはトム・アンダーソンなのでかなり影響を受けているかなと思います。であとはですねポール・リード・スミスとですね、まあ、今現在は、まあ、特にライブで披露するときには、まあ、自身でプロデュースして作った GLIFE というギターを使用していますね。ね でアンプに関しましてはデビュー当時から、まあ、メサブギーのですねマークシリーズはしばらくは使っていたんですけれどもあの最近、まあ、特に2016年頃頃から2016年頃ですねにからはまあボグナーを使うことがありましてで、まあ、あのボグナーですねと、まあ、その時の、まあ、シャムシェードが一時その,そのツアーとして2016年に再活動した時にですね使っている音がすごい個人的な 好きでしてその、まあ、重,厚重い重厚な歪みサウンドがです,、ね、すごい攻撃的な音で、まあ、すご個人的にはすごい大好きな音でしたね、僕ら。 でエフェクターに関しましては、ラックシステムでめちゃくちゃ細かくあの構築されていますので、正直、詳細はわからないですね。ただの、まあ、現代ギタリストのお箱と言われているフラクトルオーディオシステムも取り入れている感じもありますし、あとはあ、まあまあ、結構、彼ー音作りめちゃくちゃ細かい人なので、あの正直、あまり。 詳細はわからないですね、申し訳ないですけども、ただですね、ワウペダルとワーミーペダルはですね、バンド時代からよく使っている印象がありますので、ワプペダルとワーミーペダルはですね、必須かなと思います。であとですね、とまあ、最近出てるというか知ったことなんですけども、まあ、彼自身がですね、監修して作った歪みのエフェクターがあるようなので、まあ、はっきり言ってしまいますと、 まあ大体サウンドを改善完全再現しようとしますと、まあ、軽く予算は100万以上とってかま200万ぐらいいくんじゃないですかね。まそのくらいそのまあカルノはですね。 そのまあ、ギターに対してこだわりがありますしめちゃくちゃ機材マニアとしても有名な人なのであくなき音の探求心が強いので、まあ、そこまでやってしまおうとするとどうしても100万200万ぐらいはかかっちゃうのでお、まあ、低予算で収めようとしますと、まあ、ダイタのサウンドの肝というのは、まあ、中音域の、まあ、ある抜けのよいディストーションサウンドというのが彼の,やっぱりそのギタートーンなんですよね、一番の。 なのでまあ、の少しでもまあ予算を収めたか、低い予算で近づけたいと思いますと、まあ、彼の監修したエフェクターがおすすめかなと思います。これが、ね、GLIFE のです、ねえっと、名前が GLIFE ギターズブラックバスターという名前のディストーションが出ているようですね、なので、まあ、ディストーションとしては少し高いかなと思いますけれども、まあ、これがまああの歪みサウンドとしてはです、ね、あのおすすめかなと思います。 でプラスしてです、ね、ダウンピッキングでの,、まあ、の音のです、ね、粒立ちの良さというのがです,、ね、すごい彼のプレーの特徴としてはダントツにその優れていますので、まあ、基本的なピッキングの基本練習というのも欠かさないことも大切かなと思います。 今回はですね、簡単に、えっとま、今現在は解散してしまいましたがソロで活動しています元シャムシェードのダイタのギタープレイとおすすめ曲と使用の機材をですね、簡単に紹介させていただきました最後にですね、えっとま、YouTube のです、ね、チャンネル登録とですね、あとおあも、ま、面白いなと思っていただけましたらできれば、ま、高評価のグッドボタンを押していただけると励みになります最後まで聴いていただきありがとうございました